イケパラをご覧の皆さん、はじめまして、中津スティンガーキング姫の愛です。好きな食べ物は、カーラそばです。よくリバレインに行くんですけど、バスリースティンガーの店の近くで高瀬っていうカーラそば屋さんによく行ってます。趣味は人間観察ですね。よくリブレとか行くんですけど、カフェとかあるんですけどね、そのカフェのこう両サイドに座ってる女の子が自分のことを振り向いたりして、あ、見ようかなみたいな、物事を深く考えることが、一つの物事に対してすごい入り込むのが好きで、昔から。最近の話やったら桃太郎とかあるんだけど、なんで犬と雉とさえやったのとか、犬は何の役に立つのか、お見合い手でね、夢まで戦えたのか、多分俺の予想でも犬は多分あれやって犬が多分風呂とか入って臭いって、桃太郎さんもうすぐ生み出すんですよって教えてくれただけなのかなとか思ったりして、長くなる。シュールです。まあそのさっきも出たんですけど、物事を深く考える、そういう面に関しても多分すごい、お笑いに関してはちょっと意外とシュールなんですね。チャームポイントはズバリエラですね。これも本当長くなるよね。エラーに関してだけは本当にね、なんていうのかな、いい意味では誰にも負けん、悪い意味で言ったらちょっと邪魔になっちゃう。前もこう電車とか乗るときに、駅の方に電車プルルルって来るときに、すごいこう駅長さんとか、ね、黄色い線の内側までっていうのを黄色い線から出てるよって怒られたこともあるし、なんか世の中の公共の乗り物ではちょっと邪魔なのかな、はい、あ、こういうの何歳ぐらいかな、多分俺ナイキのジャージ着とったの、多分小学校6年生の時です。その時はいや一応かなったんですけど、なんかその子が後々聞いたのは、なんか中学校で嫌われそうだったらしく、すごい僕小6の時中学校3年生の子と付き合って、なんか学校で嫌われとるよって言われて冷めました。初キスはその人です。エリカです。はい、初体験は